はい。皆さん、こんにちは。極楽紳士の会のパニーシマンです。それではね、今回は、久しぶりっていうか、約1ヶ月ぶりに、ガチャをね、引いていきたいと思います。こちらね、狙うは真ん中の人、マナさんですね。前回私、年始の超重心祭で、4万円課金してマナが出ないというね、そこそこね、失礼。そこそこ運悪そうにしたんでね、ちょっと。いや、30連でね、出るとは正直思ってません。はい。出るとは思ってないですけど、一応ね、ダメだったら追加します。いやでも、星玉も多分冷えるし、俺は信じてる。信じてるとマナ、行くぞ。とりあえず確定演出出ようか。やっぱ確定演出重要じゃん？心の支えになる。いや、大丈夫。いや、一回ちょっと、普通に挟んでみよう。まず止まんなきゃ意味がないぞ、止まんなきゃ意味がないぞ。お前はちょっと一回死んでいいぞ、マジで。本当に、お前本当にやめろ、本当に。なんだお前。使用回数0回だぞ、お前。誰が周遊使うんだよ、お前。すいません、ちょっとボックス上げてきます。というわけで、ボックスを開けて戻ってまいりました。次、爆死したら冷えるのか。星玉が。でも爆死は、でもな、最後のさ、10連終わった後に引くみたいな、そういう奇跡も見せたいから、一旦ね、星を2、3体出てもらってみたいな、そういうところありますね。とりあえず確定にさ、7Cかな？なしですね、はい。ちょっと、心が痛いですね。ちょっと本当にさ、困るって、そういうの本当に困るから。3体目だな。見せ場なさすぎマジで。ちょっと勘弁してくれたの、本当に勘弁してくれ。じゃあ、ちょっと多分これ出てなかったら、またコンビニ行かなきゃ。もうやだ、お前6万まだなしになったら俺本当に切れるからな、マジで。頼む。お願い。本当にお願い。本当にお願いします。もうやだ。もう嘘回帰したくない。ちょっと、お前じゃねえ。2体目いいけど、2体目嬉しいけどさ。頼む、本当にまだお願いします。ねえ、もう本当お願いで頼むって、本当に頼む、お願いします。本当に。お願いします。コンビニ行きたくない。お願い、マジお願い。ちげえよ、もうパンドラ5体目だわ、マジでもう。ちょっとコンビニ行ってきます。